衣装をやりてください ヨエルの予言の言とこを読みます十7節から「神は言われる終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ」するとあなた方の息子や娘は予言し青年は幻を見老人は夢を見るその日私のしもみにもはしためにも私の霊を注ぐすると彼らは予言する。 お祈りします神様あなたは私たちをこの場に集めてくださったことはありがとうございますこれから予言のセミナーをしますが生ける神御自身が豊かに語り見つめてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたします雨。まああの予言に関してこの学びますがですね だから印象深くここに残っちゃってしょうがないんですね。何がしょうがないのかっていうとですね GLTV に出てきた宣伝 <laughs> ものすごいのがありましたよね <laughs> すごい印象に残っちゃってですねあの、まあ、頑張ってください。<laughs> それで、えっと、予言の働きの、えー、っと基本的な事柄っていうのはですね、えー、しっかりと捉えて対応しておかないといけないですねでそれが勝負になるからですよね。それでえっと旧約時代と新約時代っていうのはですね予言の働きにおいて大きな変わり目となっているわけですね。 じゃあ旧約時代から新約時代にいつ移ったのかっていうと、まあ、一つは十字架と復活ですねこれが大きな変わり目のポイントです。それとともにですねもう一つあるわけですね、えー、これはあのペンテコステです。ですねこれは大きなポイントとなります。そしてですね特に賜物の働きにおいてはこのペンテコステの 時が変わり目になっているわけですね。で、聖書を見てみますと予言の働きというのはですね、ペンテコステ前にもも,もちろん起こっているわけですね。イザヤとかエレミアとかエゼキエルとかいろんな預言者が出てきていますよね。そして、えっとこのペンテコステの時をポイントに切り替わるわけです。で、ペンテコステまでの その予言のパターンというのはどういうパターンだったのかというと,、えー、っと一人の選ばれた者に立つわけですねイザヤとかエレミアとか。でその選ぶのは神様なんですが神様が一人を選びそして霊を注ぎそして予言させるとこういう形でした。そしてその一人もあの一つ明確に出てくるのはですねえー、っと イスラエル人の1人の、ね、だからイスラエル人の1人を選んで、えー、そしてそこに霊をそそぎ予言をさせるとこういうことでした。そしてですねえっと旧約時代においては精霊様が注がれていなかったのであの一部注がれてるんですねダビデ 王様の一部とそれから預言者ね。本物の預言者、ここには揃えてたんですね。聖霊様でもイエス様を信じ神様を信じる全ての人に育えていたわけではないのです。だから一部だけだ。で、こ,こでこういう問題が出てくるわけですね。それは何かというと聖書ではですね。一度でも間違ったら偽預言であるとこういうような。 箇所が出てきますがそれはですねえー、っと精霊様が注がれたのは一部であってその方々の予言っていうのはですね間違いなくぶれなかったんですねで神様はそういう機能を果たさせましたしかしですね新約時代になると大きく違ってくるのですねで何が違ってくるのかっていうとですね えっと、精霊が信じるすべての人にそろわれたわけですねですから「イエス様を信じている人」で精霊が内側に与えられていない方はいません我々はすべて精霊が与えられているんですねそしてですねそのペンテコストと,とともに精霊時代が始まったっていうのはすべての信じる者に精霊が与えられた時代が始まった。 こういう意味です。それでこの聖霊が与えられて同時に教会がスタートしたんですね。で鍵というのは教会となります。これが大きな鍵となるんですね。例えばえっとある方々は教会が必要か必要でないかって言うんですが、罪の許しと 永遠の命が与えられる意味ではですねだからそれがポイントになりますよね。しかし神の働きとか神の計画の成就となるとこれ明らかに教会がポイントになってくるわけですね。それとともにですね賜物の働きがそこから始まる時に大きな変化が起こります。 あのそれはどういう変化なのかというとですね旧約時代は選ばれた一人に聖霊が注がれて予言していくわけですねまたは奇跡を起こしていくわけですねとは、えっと、新約時代になりますとですね教会の一部として教会に霊が注がれて教会の一部としての私たちに 教会に与えられたたまものが現れてくるとこういうことが起こってくるわけですねですからその時にですね働きっていうのは教会と大きな関係があるとこういうことになるわけですねそれでえっといろんな言葉の中でね、えっと、注意しておかないといけないのはですね えっと皆さんの働きが変わってくるということです。それはあのどういうふうに変わってくるのかっていうとね人が増えてくるでしょ。そうするとえー、っとね皆さんがね教えないといけなくなってくるわけですね。それでリーダーシップを取らないといけなくなってくるわけですね。らそれを捉えておかないと。 ということになりますそしてその時にですね具体的に対応するっていうのは重要な意味合いがありますそれでよく賜物の問題特に予言の問題でひっくり返っちゃう人の特徴はですね賜物が教会のものであり教会の管理のもとに それが用いられていくっていう原則を持ってるっていうことを捉えないときに。ひっくり返っちゃいますね。それであの、私もね、えー、ちょっと思ったのはですね。結構すごい預言者って何人か出たんですね。私の知ってる限り四五人出たんですね。で、その時に。えー みんな潰れていきましたこう見事に潰れていきましたね。でその時にイメージとしてどうして潰れたのかっていうと旧約時代の預言者ねあれを想像しちゃってでそういう動きになった時に新約時代は教会だからそこにずれが生じて。 問題こ,とこういうふういふに考えられます例えばね今ちょっとえー、っとずっと歴史を見ていてね私41年全部いたそしたらですねえばる人がいるわけですよねえばる人がね

いや,私はね、やめさせたいんじゃなくて首そしたらね最後に変なこと言っていきましたね今日のメッセージは、えーと「死が老いるようなのです」とか,なんか、えー、うまいこと言ってですねいきましたよね。でも ちょっとねあ,のある期間通じて見てみるとなんか本当に主が間違って彼を通して語っちゃったってでそういう感じですよね間違っちゃったんででそうすると彼はね一番最初からいたんですよねそして 霊的な賜物のある方ではなかったのですで、それが立てられていきましたよねで、並行してみるとね教会でなく主の働きを成した人と教会にあって主の働きを成した人に実は圧倒的な差が出てるのです賜物の働きにおいてもね これはね、その原則なんです。教会これはあの重要な意味合いを持つんですね。だから皆さんが努力するってことはね、重要なことですし、皆さんがもう徹底的に祈るっていうのも重要なことですし、それは神様の恵みの一つの重要なんですが、しかし教会って っていうのはですね、より大きな意味合いがあるということですねどうぞ覚えておいていただきたいとこういうふうに思うのですね。そして賜物もののきにおいてその教会が決定的な役割を果たします。なぜ決定的な役割なのかというと「教会の賜物ものだから」。 例えば皆さんに賜物が現れているときに皆さんの賜物ですけど教会がもあの所有している賜物が皆さんを通して現れているの私の場合でもね教会にある賜物が私を通して洗されているです。ですからこの教会の働きっていうのはですね 重要なポイントになるのですね。教会これはねはっきりと頭に置いといてください。えー、っとね皆さんが頭がよかった言悪よかった,よかったりしてもねポイントは教会です。賜物があっててももなくてもポイントは教会ですそこにおいて主の技がね現れてくる。 それともう一つのポイントは吟味するということですすよね、まあ、あの吟味することに関してはですねいいろいろやられました神様に、ねまあ,あの予言を通してね、えー、語られたことの中でいろんな試しと確認と導きの中で吟味するっていうことを見てきたのですね。 でどうあの、えー、っと皆さんはね多分、えー、っと予言とか賜物もののきに関してはですねえー、っと他の教会の人よりよく分かってる人が多いと思います。というのはね我々は賜物を使ってる教会だからです賜物を使ってないところが多いですよねこれから使い始めると思いますけど。でその時にですね今皆さんは学んで 対応してるんですが、やがて教える方になるとですよね。ウガンダチームみたい思いませんでした。何をもうおなんかたかってたね、教えたり証ししたりするじゃないですか。で、千人ぐらいでしょ。その前のインドなんて何万もじゃないですかね。 あれはは一夜のの夢ででないなですねこれから来るのですね。でこの時にですね働きの土台は教会にあるとこれをはっきりと捉えておくということはあの重要な意味合いとポイントがあるということですねどうぞ覚えておいてあのいただきたいとこういうふうに思います。そして ペンテコステの時に例の激しい注ぎかけがあって何が起こったのかというとまあ教会が生まれたわけですがその教会の働きが一気に広がったわです大きく動くですねそれが動いていったとで今あの私たちの歩みにおいてもね教会を通しての働きがね大きく 動き始めてますでこの時に賜物とか働きの大きなポイントが教会にあるってことは重要なポイントがあるっていうことですねどうぞ覚えておいてください。でそれとともに吟味する。 これはね霊的な対応を取る上で非常に大きな意味合いがあります。でその中で神様の働きはね大きく動いていくっていうことをね思いといてください。お祈りします。ただそのあなたの耳を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。